はい、いただきます。というわけで本日もタンドルタンドルがお送りいたしましょう。はい、うわ、このおばんざいたち見てください。すごいでねですか。そしてお味噌汁、うわ、うまい。まさかね、こちら藤沢市弥勒寺にある春夏秋冬さんというお店なんですけども、まさかこんなところにこんな絶品料理を出すお店があるなんて。はい、こちら卵ですよ。いやー、こちらもね、美味しゅうございました。私もね、厚焼き卵は作るの得意な方ですけども、とても繊細な味をしておりますね。はい、そりゃいいね。ハムとこうやって緑が一品添えてあるだけで彩りも全然変わりますからね。はあ、このさ、おばんざい7品があるわけですけども、こちらもほら、箸で持ったらこんなにもうすぐ箸が通っちゃうぐらいいい感じにね、煮込んでおりますよ。ハムと、まあ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 、うわ、うまいじゃないか。はい、出ました。あ、これ立つたね、いいじゃないか。この一口サイズ最高ですわ。あむと、わあ、これはもうご飯進んじゃいますわ。あ、ご飯大盛りにすればよかったとこの時に後悔しました。あんだ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 、あ、おいしゅうございます。あ、こちらね、僕は初めて来たんで、来させていただいたんですけども、あ、なんかね、あ、これ湯葉ですかね。うわ、ランチで湯葉食べれちゃうなんて。こちらおばんざいのセットで定食ですね。こちら7品おばんざいがついて1000円ちょうどでございます。いや、大変おいしゅうございますよ。そしてこれ、ずかってるね、マグロが、マグロさんがずかっております。いい色しとるわ、いい色しとるな。あー、うまいに決まっとるかな、こんなもん。うわ、あー、おいしゅうございます。はい、美味しゅうございますね。あ、ご飯が進んじゃうね。うわ、ご飯が足りないよね。なあ、あ、タイですかね、こちらは。ハムと、タイのさ、この弾力がさ、たまりませんわ。はい、出ました。そりゃ出ちゃいますよね。いや、大変美味しゅうございますよ。なんかランチではね、おばんざいの他にも、まあ、3つの定食の中から選ぶ感じなんですけども、ちょっとその時はね、行く時間が遅かったので、おばんざいしかなかったんですけども、いや、このおばんざい本当に美味しゅうございます。何を食べても、いや、本当にね、なんでしょう、美味しゅうございます。なんでやねん。はい、あ、いいね、ここでね、口の中をさっぱりさせて食べていくわけでございますよ。いや、こういうさ、おばんざいを食べれるお店なんてなかなかないじゃないですか。やっぱ僕らもね、仕事上ね、やっぱりその、なんでしょう、お昼をね、外で食べることがとても多いんですけども、やっぱりさ、牛丼とかラーメンとか、あと中華とかさ、やっぱりそういう油を使った料理に行きがちなんですよね。だからさ、こういう定食屋さん、こういうさ、繊細な味を出してくれる定食屋さんがさ、こういう風にあるっていうのは本当にありがたいことでございますよ。うん、もう毎回毎食毎食そんな脂っぽいもん食べてらんないじゃないね。え、いや、なんかこのおばんざいだけで他のメニューがきっと美味しいんだろうなと思わざるを得ない感じでございましたね。うん、他にもね、なんか夜もやってるようなので、ディナータイムにね、お酒を飲みながらこうやってつまみたい感じもございますよね。ああ、本当でございますよ、これまたよ。ねえ、そして店内もさ、すごく綺麗なおしゃれな感じでございまして、うん、安い空間ですよね。ああ、うまいよな、余計美味しく感じますわ。はいはいはい、いや、いいじゃないか。うん、そしてこちら春夏秋冬さんね、ちょうど10年ということで、僕もね、会社を立ち上げて10年なのでね、板前さんとお話をさせていただいた時にね、あ、何か運命を感じますねみたいなことを言ったり言わなかったり、ラジバンダリーですね。あ、本当ですよね。いや、こうやってやっぱりさ、新しく会社を立ち上げて
いや10年やるってとても大変なことですから、本当名前も知らないさ、誰にも知られてないねところから始めるわけで、いやそれはね大変なことを分かっているのでね、何か通ずるものがありますよね。あ、嬉しいことでございますよ。まあでもこんだけ春夏秋冬さん、ご飯食べ物がさ、もうこのおかずもう一品一品がさすごく繊細にやっておりまして美味しいので、そりゃリピーターさんもつきますよね。ああそりゃな、そうなっちゃいますわな。いや本当になんか何でしょう、大事に仕事をしなきゃいけないなと思いましたね。ああなあ、はい、出ました、よく出るね今日もね。はい、はい、そんなこんなでね、藤沢市の弥勒寺にありますので、時間がある方は寄ってみてはいかがでしょうか、というわけで、はい、こちらあったかいお茶飲みまして、ぐびっちょぐびっちょ、はい、というわけでね、まあ、ちょっと頻度下がりますが、また次の動画お楽しみください。じゃあね、バイバイ、またねー。